おはようございます。96日目の朝です。雨雲レーダーには引っかかってないんですけど、まだ雨ちょっと降ってますね。もう7時になるんですけど、まだ雨止まなさそうです。マルコはここから動きたくなかったらしいんで、この状態でここでパン焼いて、卵焼いて、チャイ作ってご飯食べてました。マルコ、雨だな、止まないかな、つまんないな、眠いな。だいぶ雨音が弱くなってきました。さっき雨雲レーダーチェックしたら、あと20分くらいで晴れると出てるんで、そろそろ外に出れるかなと。そしたら洗い物と、僕とマルコのお手洗い済ませて、本格的に出る準備したいと思います。こんな天気なんで、テント乾かして出発するのは無理ですね。なんでそのままやってるんですけど、マルコはどこ駆けずり回ってこんなにべちゃべちゃになってきたのか。あ、お前多分その辺でゴロゴロしてきたんだと思うんですけどね。でもその濡れた状態でテントの中まで駆け回るのやめてよ。片付けは終わりました。マルコはずぶ濡れになってます。こっから、そうだな、ちょっとここでマルコを乗せるのは危ないので、ついてきてちょ、マルコは。今伊達市の道の駅でちょっと休憩したんですけど、もうマルコちょっとお腹減ってるかなと思ってご飯あげてます。やっと室蘭市の看板を過ぎて、多分室蘭市に入りました。で、ここから室蘭の市街地までは多分22、3キロぐらいかな。風はちょっとだけ強いですかね。強いというか冷たいというか、まあとにかくさっきの動画で見てもらった通り、マルコの体調、食欲はもう本当にしっかり戻りました。もう1ヶ月以上経ってるかな、水泳になった時から。なんか道が2車線になったり、いろいろ分かれたり、やっとなんか市街地が近づいてきた感じがします。かというと、あったかいコーヒー飲みたい。室蘭名物のカレーランなんですけど、実際のお店に入るのは多分難しいので、コンビニでは結構推しでこうたくさん置いてあったんで、一つ買って食べてみることにします。美味しいです。美味しいですけど、これならカップヌードルのカレー味食べるかな。苫小牧発なんだ。さっき室蘭で見てもマップがあったので、絶対お店のやつの方が美味しいですよね、きっと。
せせシェイクシェイク Look at me No せ Look at me えいマルコ行儀よくせ Wait Wait 今室蘭市のドッグカフェドギーズルームさんかなを出たところです。いやー、多分ワンコのフードマルコかなりがっついて喜んで食べてました。で、人のパンケーキも特にクリームが美味しかったかな。やっぱ北海道って感じなのかな。ドッグランでおやつを食べて出てからマルコは一言もうんともすんとも言わないです。よほど満足したのかと。なんかご飯あげてない人みたいで嫌なんですけど、本当に今映ってるのが昔の室蘭駅の駅舎かな。で、きっと移築したか何かなんだろうと思います。やっぱり味がある。今日はもう室蘭で一泊しようかと思っております。この海が見えるここですね。で、このずっと向こう多分200-300メートル離れてるかな。先に道の駅と駐車場があって、車中泊する人は結構多いらしいです。今日はドクカフェでお願いしたワンコご飯、結構ボリュームもあったし、鶏肉のハンバーグみたいなのと豚のやつで、そこにトライプで羊とかの胃袋ですね。これ結構好きな犬が多いんですけど、で体にもいいし、それが添えてあるやつ、マルコかなり喜んでがっついて食べてましたんで、ちょっと少なめにして、せい、wait、せい、hey、wait、マルコ、wait、look at me、wait、OK。うん、今テントをまあ張ってて。ちょうど暗くなりかけの時間帯になってから急に虫が出てきて、足結構刺されたかな。これただの蚊だったらいいんですけど、海のそばだからもしかしたらぬか蚊ってやつかもしれない。これぬか蚊だとめちゃめちゃ痒いんですよね。困った。